はい、速稼塾の久保です。前回ね、吉谷さんから税金のことについてちょっとお話があったんで、まあ、私もね、税金の話今回させていただこうかと思います。テーマはね、テーマと言いますか、あの根っこはね、 MMT という現代貨幣理論に基づいての税金の話になります。実はですね、この我が国日本は無税国家が、実現できるんですよ。理論的にはですよ。でも感情的にはしないと思います。なんで無税国家が可能になるかというと、実はですね、国家予算っていうのは特に税金を、まあ、財源にしなくてもやっていけるんですよね。なんでかっていうと、税金っていうのは国民からお金を集めて、そのお金をまた国民に再分配しますよね。でも実際国民から集める税金って今50兆円ぐらいしかないんですよ。でも予算って100兆円なんですよね。じゃあ残りの50兆円どうしてるのかっていうと、これね、国債を発行してるんですよ。国債を発行するっていうのは国が借金をしてるっていうふうな言い方をよくされますけども、実はね、正確に言うと違うんですよ。国は借金をしてるんではなくて、貨幣を発行してるんですよ。足りない分は日本政府っていうのはお金を作ることができるんですよね。で、存在しないお金を作って、その作ったお金と皆さんから集めたお金を合算して、それを分配してるんですよ。ということはですね、究極国民からお金集めなくても全部を貨幣発行で賄うことができるんですよ。じゃあなんでね、わざわざ税金っていうのを徴収してるのかってことなんですよね。まあ理由は2つあるんですよ。1つはですね、これはね、スタビライザーって言って、税金をかけることによって、集めることによって、これはね、消費の抑制をしてるんですよ。例えばですよ、タバコがありますよね。タバコを無税化すると、おそらく価格は、まあ、40% ぐらいになるんじゃないですかね。今タバコがいくらかは分かりませんけども、多分タバコが一箱200円ぐらいで買えるようになったら、いや、もっと分かりやすく言うと100円で買えるようになったらどうですかね。喫煙者ってブワッと増えるんじゃないですかね。多分安くなると喫煙者が増えるか、タバコのね、消費本数が増えるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そうすると問題が起きます。生産が追いつかなくなる可能性があります。もう一つはゴミの問題ですよね。で、生産が追いつかないっていうのは、原材料がもうすでにね、タバコの葉っぱってありますよね。あれが育って収穫して加工してタバコにするという工程があるんですけども、そのスピードとタバコが消費されるスピードが釣り合ってるから、今この価格が一番いいわけなんですよ。でも安くなりすぎるとものすごく売れて、タバコが売り切れですみたいなところが全国で頻発してしまうということが起きます。そうするとやっぱりタバコの価格って結局上げざるを得なくなっちゃうんですよ。需要と供給のバランスですからね。まあ、ですんで税金っていうのをかけてるのかなっていうところですね。で、もう一つね、税金がなんでね、存在するのかってことなんですけども、これは勘違いなんですよ、ね。私は今、税金がなくても国家が運営できるっていうふうにお話しましたけども、これは現代貨幣理論上の事実なんですよ。現代貨幣理論ってのは、まあなんかのテクニックとか説ではなくって、今、日本がどのようにお金をね、財政を運営してるのかってことを客観的に見た事実なんですよ。だから現象そのまま見て、そのまま表すと現代貨幣理論ってことになります。じゃあなんでね、多くの人が勘違いをしてるのかっていうと、これはね、金本位制の時代の名残なんですよ。金本位制っていうとちょっと難しくなっちゃいますけども、ある国がお金を発行するっていうのは、じゃあそのお金、紙切れが何かのね、商品に交換できるという、その担保は何なのかというと、金なんですよ。もともとペーパーである、紙であるお金っていうのは銀行に持っていくとね、金に交換してくれるんですよ。だから金が存在する量だけしかお金は発行しちゃいけませんよっていうのが金本位制なんですよね。でもさすがに人が増えて、財の交換が増えて、お金の流通が増えた時に、金の総量って決まってるんですよね。地上にある金の総量って25メートルプール2杯分しかないと言われてます。ですんで経済が一般市民にまで広がって、爆発的にお金を使う人が増えてしまったらどうなるかってことなんですよ。そうするとね、金の量が
たったプール2杯分なんで、お金を発行する量がそこで決まってしまって経済が止まるってことが起きるんですよね。まあ、ですんで金本位制を廃止して今の形になったわけなんですよ。今はですね、お金を信用創造って言うんですよね。国家が保証するんですよ。金の量が保証するんじゃなくて、国がまあお金作ってもいいよと言えばお金を作ることができるんですよ。信用創造ですよね。だからお金は理論的には無限に発行できます。ただ実際にですね、税金を日本の中でなくしてしまうと何が起きるかっていうと、労働時間減ります。だって今ね、ほとんどの人というか、そうですね、感覚的にはね、税金どのぐらい納めてるかっていうと、全ての人が生涯に払う、まあ家を買ったり車を買ったり保険に入ったり食事をしたりいろいろしますよね。お金を使いますよね。でも最も支出が多いのが税金なんですよ。我々は生まれてから死ぬまで、そうですね、所得の半分 60% ぐらいを税金を払うために生きてるんじゃないかなと言えるぐらいですよね。まあ、もちろん所得の低い人はそんなに税金払ってないんですよ。所得の高い人っていうのは、まあ、最大値で 80% ぐらい税金払ってますね。すごいでしょ。そういう事実があるんで、お金持ちが数億円とかね、数十億円のお金を残すってことは、ものすごい税金を払った挙句に合法的に残してるんで、お金持ちの人はね、最も納税してくれて、あんまり税金払ってない人を支えてくれてるっていう、そんなね、見解もあるんですよ。さあ、それでね、この税金なんですけども、じゃあ誰からも税金集めないとなると、私たちはすごく生活楽になります。自由な時間が増えて使えるお金が増えます。そうすると買い物の頻度が増えるんですよ。買い物の頻度が増えて何が問題があるのってことになりますけども、だって働く時間が減るってことは、生産とか物流とかの、そういうふうなね、関わる人が減るわけですよ。だから商品が減るってことになります。商品希少価値上がりますよね。でも私たちは税金払わない分お金の支出が楽になりますから、お金が結構ある状態になるんですよ。そうするとたくさんのものが買えます。ということで、生産は少なくなるのに、お金、消費パワーは大きくなるんですよ。そうなると結局物の価格って上がるんですよね。そうなるとどうでしょうか、いつも売り切れ状態ってことになります。だから結局ね、税金かけなくてもかけても同じなんですよ。これがスタビライザーって言って、税金をかけることによって働く人と消費するお金のバランスをうまく調整していると言われています。そしてですね、少しずつ、まあ、人口が増えるという前提ならばですけども、少しずつ物事っていうのはインフレって言って価格が上がっていく状態に入るんですよね。だいたい年率で 2% ぐらいが限界と言われてますけども、残念ながら日本っていうのは今ね、デフレに入ってます。30年ぐらいのデフレです。ずっと価格が落ちているんですよ。で、給料も下がってるんですよ。要するに経済縮小してるんですよね。それはこれから始まる人口減少、今ももう始まってますけども、年間50万人ぐらい減ってるんですよね。10年間で500万人、四国の人口全部がなくなるぐらいのインパクトで人は減ってます。それを見越して企業は生産を落としてるんですよ。それ落としますよね。そして従業員の数を減らしてるんですよ。これからマーケットが人数を減らすのに、たくさんの人採用してられないですよね。ということで、何もかも縮小縮小縮小は仕方がない流れなのかなと思います。まあ、それをね、打破する方法の一つとして、消費税廃止、もしくは消費税の 0% 化っていうのが求められてるんですね。これはね、実現するかもしれません。やっぱりね、今金融担当大臣麻生財務大臣が留任しましたけども、麻生財務大臣も現代貨幣理論はご存知で支持してるんですよね。ただ残念ながら財務省のルールでまた上がります、てかタバコに関しては1000円と言われてますけども、今ねそういう政策打ってないんですよ。プライマリーバランスといって、皆さんから集めてる税金の中で支出を区切っていきましょうっていうふうな考え方がなぜかね、未だに続いてるんですよ。となると50兆円集めて100兆円支出するのではオーバーしてますから、
50兆円を60兆円ぐらい集めて支出を90兆円ぐらいにしようみたいなね、こういうような財政緊縮主義っていうのが起きてくるんですよ。だから私たちの暮らしは苦しいんですよね。取られるものは増える、社会保障は減る、こういうことなんですよ。行政サービスもどん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 ケチになってきます。いやー、これはね本当に地獄のようなこれからの20年30年が始まると思いますよ。まあ、ですんで、どうしてね今みたいな世の中になっているのか、財政状態になっているのか、そしてどういうふうにすれば解決できるのかってことを発信する人が増えなくてはならないということになります。だから情報発信する人が増えれば増えるほど、本当にね無税国家とは言いませんけども、徴税を落として、そして財政出動を増やすってことができるんですよ。財政出動、すなわち貨幣発行です。今はバランスが悪いのは、多くの人がたくさん取られてあんまり恩恵を受けてないっていう、この緊縮財政下によるデフレっていう最悪のポジションなんですよね。だからここは金本位制の名残でこんな間違った政策を続けてるけども、今信用創造なんだと、貨幣は発行なんだ、国債はお金を借りてるんじゃなくてお金を作ってるんですよってことを、やっぱり多くの方が認識してね、勘違いを止めなければならないんですよ、ないかなと思うんですよ。まあ言ってみれば天動説から地動説へっていう話ですよね。だからね、昔ねコペルニクスの時代だったかな、ケプラだったかな、アリストテレスだったか、太陽や月が動いていて地球は不動のもの、動いてないっていうふうにされていたんですよ。これがずっとある、あれですよね、金本位制の考えです。でも今よく気がついたら、あれおかしいなと、地上は動いてないと思ったけども、どう考えても天体の運行を見てたら説明がつかないぞと。じゃあ逆発想で、太陽が動いてなくて地球が実は太陽の周りを動いてると、この大地が動いてるっていう仮定したらどうかなと思ったら、あ、全部説明ついたっていうのが地動説なんですよ。で今現代貨幣理論っていう MMT っていうのもそれで説明すると説明ついちゃうんですよね。確かにお金ってすでに金の総量以上に発行されていて、しかも金融商品というね裏付けのないものまであったり、レバレッジといって1万円しかないものを100万円あると計算して取引ができたりするんですよ。先物取引といって現物がないのにもうすでに売買が成立してるみたいなことがね、ペーパー上で電子データ上であるんですよね。だから実際のお金というかね、経済活動の全く関係ないところで株価とか為替っていうのがその数十倍数百倍毎日動いてるってこと、これがね現実なんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんで私はね、あらゆる税金がゼロに向かう可能性があるとは思うんです。ただ今お話した2つの理由でしないと思いますけどねまあですけどね、税金のことについて考えるとかなりね不満も高まるんですけども、あ、お金の勉強って本当に全然足りてないなと思うんですよね。ですから通常のお金や税金とか補助金助成金の話をすると、まあ私はね、あ、いっぱい勘違いがあるなと気がつくことができるんですよ。ということで今回は現代貨幣理論に基づいて税金のことについて少しだけ触れてみましたけども、ちょっと考え方が変わった方がいるかもしれないですね。それではまたお会いしましょう。